皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。今日は9月5日、聖書箇所はフィリピ人への手紙2章12節から18節。タイトルは見ている人がいなくても神が見ておられます。神が見ておられますというと、皆さんはどんなことを想像しますか？見ていてくださるから安心、それとも見られては困るでしょうか。昔学校では先生が閻魔帳をつけると言われていました。閻魔様が舌を抜くとか、悪いことをするのを見張っているのが神様であるかのように教えられてきました。確かに私たちの主も私たちを見ておられます。しかしどのように見ておられるのでしょうか。今日も御言葉から学んでまいりましょう。フィリピ人への手紙2章12節から18節。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままに、あなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。それは、あなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また、曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことを、キリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに、注ぎの供え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。私たちの教会にはたくさんのミニストリーがあります。それらは〇〇委員会というようなもので運営されているのではありません。それぞれにミニストリーリーダーがいます。新しいミニストリーが起こるときには、そのようなことを始めたいと示された人が声を上げます。私はこれまでミニストリーを始めてくださいとお願いしたことはありません。誤解しないでいただきたいですが、信徒の皆さんはやりたいことをすることができるのです。主の前に祈り、示されたことを始められます。私はただそのような兄弟姉妹たちの祝福を祈り、そして最終的な責任を取る人になるだけです。そういう文化が教会の中に出来上がっていますので、時には事後報告でやってくる人もいます。先生、こういうことを始めましたと始めてから報告が来るのです。だからといって私は勝手に始めてはいけませんとも言いません。主がその人に示してくださった教会の益となることを始めてくださっていると
信じています。パウロは言いました。13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。これはまさにコーチングによるリーダーシップです。あなたのうちに与えられる志が主の御業を推し進めていくことになります。決してリーダーから何かをしなさいと言われて言われた通りにやることがリーダーシップではありません。私たちが誰かにやらされているとなるとどうでしょうか。しばらくはその信頼しているリーダーに言われたので一生懸命に取り組むでしょう。しかしリーダーが別のことで忙しくなり、あなたに多くの責任と権限を委ねるようになります。あるいは何か困難に直面します。するとその時あなたはつぶやくのです。その時にあなたは疑うのです。しかし自分に示されて自分から始めたことならばどうでしょうか。責任は自分で負うでしょう。困難に直面してもそれを乗り越えようとするでしょう。つぶやくことなく、疑うことなく取り組み続けるのです。与えられた志を全うしようと、まっすぐに突き進んでいくでしょう。純真で傷のない神の子供のように、その姿は世の光のように輝いています。そしてだからこそキリストの日が来た時に自分の努力が無駄ではなかったと誇ることができるのです。繰り返しますが、他の人から頼まれてしていることは努力しても誇ることには値しません。ましてやつぶやきながら疑いながらでは何の意味があるでしょうか。主はあなたがどのような動機でそのことを行っているのかを見ておられるのではないでしょうか。あなたがしているそのことも、誰かにやらされてやっているのか、つぶやきながらやっているのか、それとも主に示された志を持ってやっているのか、見ておられるのです。人はそこまでは見えないこともあるでしょう。それはそうとして、主が志を与えてくださって始めることはなんと素晴らしいことでしょうか。それが世の光として輝くことができるあなたの生き方につながるのです。ですから求めようではありませんか。主よ、私にもあなたの御心を行うミニストリーを与えてくださいと。ただし気をつけなければならないのは、それが自己実現のためであってはならないということです。主の御心を実現するということが大切なのです。その意味でもあなたの教会の牧師や信頼できるリーダーにも聞き祈ってもらうことは大切なことです。どうかあなたと主の教会が世の光として輝けるものとなりますように。パウロはあなたに志が与えられてそれを行うときに光り輝くことができるということを喜んでいます。そのために自分が犠牲になったとしてもそれも喜びであると言っています。まさに主イエス・キリスト様が私たちの犠牲になってくださったことを思い起こします。共に喜ぶ心を持つ、そのようなことができる関係、
主の教会にそのような関係が現れるということこそ、まさに主の栄光ではないでしょうか。あなたの教会もそのようになりますようにとお祈りいたします。志を与えてくださる主よ、私はあなたに求めます。あなたの御心を示してください。あなたの御心を行うことができる志のあるミニストリーを与えてください。主よ、あなたのために始めることができるものがあれば、私はそれを喜んでいたします。そして主の教会と共に喜び、主の栄光を表すものとならせてくださいますように。主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。